皆さんこんにちは。斉藤林業社長の斉藤でございます。今回はですね、生涯で一番大きな買い物であります住まいについてちょっとお話をさせていただきます。初めてのおそらく皆さん買い物なんだろうと思うんですね。この初めての家づくりに実は何からしたらいいか、何を見たらいいか、たくさんわからないご意見を頂戴しております。実はそんな初めての経験の中に経験をする上でですね、実は今までお過ごしになった生活の中にたくさんのヒントが実はあるんですね。皆さん洋服を買ったりするときには当然試着っていうのがございますよね。それと車でしたら試乗、食べ物でしたら試食、いろんな試し事があるんですが、実は住まいにはそういったことがないんですね。非常に少ないと思います。ですから皆さんの目で体で聞いたり見たり考えたりすることが必要になってくるわけです。家づくりはたくさんのお金がかかりますが、生涯に大きな買い物であり、生涯にものすごく一番大きな夢なんだろうと思います。ぜひその夢をですね、成功させるためにいろいろな勉強だったり体験をしていただきたいと考えております。その第一つにやはり家づくり勉強会がありますし、あるいは完成見学会、仕上がったところだけでなくて構造とか下地とか基礎とかですね、見えないところもぜひ見ていただきたい。それとどんなところで家づくりが行われているのかっていうような工場なんかも見ていただきたいですね。それとさっきお話したように体験もしていただきたい、つまり宿泊体験ですね。そんなことも聞いていただいたり見ていただいたりすることが必要かと思います。やっぱり楽しくなければいけないというのは当然なんですが、その楽しくでまたお住まいになった後もそこで幸せに笑顔で幸せご生活なさるということを考えますと、やはりご本人さんが勉強することが一番じゃないかなと私は考えています。そんなお手伝いをできたらいいなと思います。ぜひいろいろお問い合わせをいただいてですね、幸せの笑顔のための家づくりを皆さんと一緒にお手伝いさせていただいたり体験していただいたり、あるいはご提供させていただけたらありがたいなと考えています。お気軽にお声掛けください。今日はどうもありがとうございました。